はい、よろしくお願いしますえ。今回は中学生の理科、エネルギーの有効利用についてお送りします。で、ここでね、2021年で追加したところのまラスト、ここの部分はね、エネルギーのラストになるんですがえ、今回穴埋め6問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな では早速ねままままず1番からやっていいききすすのででどううぞよよろししししくお願いしますよしじゃ行ょうで今回のところは、まあ、穴目も少ないっていうところもありますしテストでめちゃくちゃねもうすげえ大事だよ狙われるよっていうところじゃないかもしれないですけど個人的にはしっかり押さえてほしいなと思うところがあってなんで,でかっていうとこの部分ってめちゃくちゃみんなの実生活に直結します。 特に今2021年ですけど、これから2025年とか2030年って月日が流れれば流れるほど、みんなの身近に出てくる言葉だと思います。きっとそういう未来がやってくる。だからみんなもこれから生きていく中で、ぜひ知っててほしい。ですね、個人的には。なのでね、よかったら最後までお付き合いください。で、まず何かっていうと、太陽光、まあ、太陽の光ね、とか風力、風の力、あと木片、まあ、木のくず、木のかけらね、とか落ち葉。 と言った。で、この子たちを生物資源と言います。これも書いてあります、先に。でもこれも覚えてね。で、生物資源って別のカタカナ使った言い方があって、まあ、今回それを問題にしたんですが、これね、ちょっとイントネーションがちょっと俺怪しいんだけど、バイオマス。バイオマスちょっとわかんない。バイオマスだと思うんだけど、この生物資源をバイオマスと言います。で、これはあの、こっちはね、問題になってないんですけど、これも覚えてください。生物資源、バイオマス。で、この子たちのことを 枯渇することのないエネルギーなんです。この子たち。で、これは前回の動画でね、最初に出てきた、えっと、石油、えっと、石炭、天然ガスってありましたね。で、この子たち、あと、ウランとかもそうだけど、この子たちは取り続けると、いつかなないと無くなっちゃいます。埋蔵量がね。限りがある。でも、この辺の力、あと、ごめん、えっと、物っていうのは、枯渇しないんですね。で、こういったエネルギーのことを、ほにゃららエネルギーという名前があって、 やべ、入んねえかもこういうのを再生可能まあそのままだね再生することができるエネルギーつまり再生可能エネルギーと言いますこの子たちのことねこういうバイオマスのことを再生可能エネルギーちなみにちょっと同じ答えなんで点々でごまかしますちなみにバイオマスは燃やしても二酸化炭素の増加につながらないってまずこの考え方があります で、この考え方自体に名前があって、これを、入るかなカーボンの後ろに、ニュートラルってのがつきます。カーボンニュートラルと言います。考え方ね。考え方を、これね。考え方をカーボンニュートラルっていう。で、この、こうすごく大事なところで、例えばさ、こう燃やすじゃないですか。燃やしたら、二酸化炭素が発生しないじゃないんですよ。 一回増加しない。増加につながらないね。ここポイント。一回これをカーボンニュートラル。で、ちなみにさ、でもこれ木片とか落ち葉燃やしたら二酸化炭素発生するからね。するんだよ。するけど、なんで増加につながらないのかっていう、この理由が大事です。で、これはなんでかっていうと、えっ、ー、と、もともと、まあ、植物だったらね、光合成をしますね。中1で習った。その時、光合成に必要なの。 の一つに二酸化炭素があります。光合成は二酸化炭素を取り込んで酸素を吐くと。ね。これは光合成。つまり、この植物たちはもともと光合成して取り込んでるの、二酸化炭素。ちょっとはみ出すごめん。まあ書き方はね、同じような書き方では何でもいいです。自分は一応もともと光合成して取り込んだものだから、自分で光合成で二酸化炭素を取り込みました。それを燃やされた時に、 書いてるというか、出しているだけなので、プラマイゼロなんだよね。そう。だから、増加につながらないんです。カーボンニュートラルねいいかい。発生しないんじゃないよ。増加につながらない。これが大事。だから今ね、こう、二酸化炭素が問題になってます。地球温暖化とかもそうだけどさ。そこの部分ですごく大事なわけよ。増加につながらないから。だから、こういったバイオマスとか再生可能エネルギーね。この辺を大事にしていこうっていう動きがもう、ここ近年ずーっと加速してる。 で、これはもっともっと加速していく。で、加速していかなきゃまずい。今の地球の状態を考えるとね。いいかなまあ、こんなことになっておると。で、ちょっと話が変わりまして、他にも、まあ、さっき言った天然ガスね。天然ガスなどの、まあ、燃料によって発電。で、発電に関しては、風力発電とか、太陽光発電とかもあるんですけど、やっぱりこっちに担ってます。こっちがメインです。なぜかっていうと、発電量が圧倒的に違うから。 なので、こっちで発電して、で、その時に出る余分な熱があります。熱。もちろん物を燃やしてるので、発電した時に熱が発生してる。で、それをさ、あっちへ冷めるまで待とうっていうのはもったいないので、それを暖房とか、給湯とか、そういったものに再利用します。もったいないからさ、せっかくね、熱が出てるわけだし。で、こういった再利用するシステムのことを、ちょっと長いよ。 コージェネレーションシステムと言います。いいかな発電時に出た余分な熱を暖房とか給湯に再利用することをコージェネレーションシステムと言って、で、もう一個。次は地域で使う電力や熱。これは個人の話じゃなくて地域ね。地域で使う電力とか熱などのエネルギーをその地域で作ると。地域の話。で、作ったり蓄えたりしながら賢く利用しようと。地域でね。 賢く利用しようっていうのをこれをスマートコミュニティ、ね、スマートコン <laughs> スマートコミュニティといいますこれをねでこういった取り組みも今全国各地で進められているとでまだもしかしたらみんなの身近にはねそんなないけどなって思うかもしれない、まあ、自分は実際まだそんな感じてない地域に関しては。 でもこれも徐々に広がっていてこれからさっきもね最初にも話したけども年齢と年齢ね年齢じゃない月日が流れていくともっともっと増えていくはずこのスマート噛んだスマートコミュニティもねだからもしかしたらこれをね今2021年に投稿してますけどまあ2025年とか見た時には新しい言葉が出てるかもしれないそれぐらいにここはすごく今現代でね大事なところになってますでちょっと一つ余談ですこれスマートコミュニティね で、これをうまくいく、と生かすためには、不可欠なものがあります。まあ、いろんなものがあるんだけど、そのうちの一つ。これ、キーワードを覚えておいてください。ICT です。えー、日本語で言うと、えー、情報。をちょっとお待ちくださいね。まあ、みんなも今、あれだよね。学校とかで、も、まあ、これと関係ないけどさ、スマートコミュニティの話じゃないけど、ICT ね、ICT 教育とか言われてるから、みんなも、 まあ基金なじみがあるというかある言葉かな情報通信技術ってやつですでこれがなんで大事かっていうとこれがないとスマートコミュニティ機能しないんですよこれが発展していかないと例えばさ、まあ、地域でね電力を作ってるとか蓄えがあるとそうじゃん例えばさお隣さん電力どんだけ余ってんのかなタタタタピンポーンって。 できないじゃん、そんなこと。そうじゃなくて、どこどこで電力をどれぐらい使っていて、どこどこでは蓄えがあります。だから地域全体ではこのぐらいのストックがありますよ、みたいな。そういうのを ICT で全て管理していきます。だから、この技術が伸びていくことによって、スマートコミュニティがより身近なものに発展していくと。今そこがね、どん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 進化してる。まあ、ICT の進化、とますごいからさ、今勢いがね。 まあ他もそうだけど ICT っていうこの技術情報通信技術がすごく大きな役割を担ってるんだというのも是非覚えておいてください。いいかなでは今回はねえっと理科のエネルギーの有効利用についてやらせていただきました。まあしつこいんですけどね冒頭でも言ったように実生活にこれから今は聞きなじみがなくても絶対に 実際にこれからみんなのんなと身近なものになっていくものばかりです。なので、ぜひね、まあ、例えばニュースとか出てきた時も、いや、こうジェネレーションシステムって何や、どっかの動画で見たな、ぐらいじゃなくって、あ、そういうものが今度から増えてってるんだな、みたいなのが実感できた方がいいと、個人的には思いますので、ぜひね、覚えておいてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。